こんにちは。お元気ですか？ええ、私はもうとっても元気です。それはもう毎晩、あなたの夢が出てくる。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。なるほど。警察をサポートするアンドロイドは、あ、マーカス、久しぶりのマーカスですね。左右の目の色が違うね。そっか、片方の目はね、前回もらえましたからね。さあ、前回の廃棄場から見事脱出できたマーカスではございますけども、どこに行くんでしょうか。もうパッと見分からんよね、人間かどうか。だってほら今ね、え、俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探せ。ジェリコとやらを探しましょうか。シンボル、これを見つけろと。おお、ハッシュタグみたいな形のやつね。ほう、グラフィティを見つける。圧倒的これ。これやね。圧倒的これやな。うん。これか？これがジェリコの手がかりって感じか。なるほど。このハッシュタグをどんどん見つけろってことね。アンドロイドしかわからんねやろな。これ何喋るか全然知らなかった。こんにちは。彼は特に見れるわけでもなく、よし行こうか。やっぱね、すごいね、さっきのさ、電車もさ、アンドロイド専用の場所に乗らんでもやっぱもうバレんのよね、この見た目じゃ。こんにちは。絶対に誰と思っとうよ、この距離で。うわ、目が合った。すごい、目を合わせんように頑張っとる。俺はもうこっち見とるよ。あ、もう完全に他人のふりしとる。こいつと関わっちゃいけんって感じで見てますね。アンドロイドが逃亡。カーラじゃないですか、これ。これカーラじゃない？この見た目。まずいね。カーラが何人よってもおかしくないか。デトロイト郊外に位置するカムデン地区で道路封鎖や何十回に及ぶ聞き込みによる凶悪犯捜索が行われた後、背筋の凍る逃亡犯の逃走劇が目撃された。だから今回の逃亡犯はいつもとは違う。容疑者はアンドロイドだ。容疑者とする AX400 カーラだね。極めて稀な欠陥を抱えるとされ、車の往来が激しい高速道路を横断するなどの強行手段で警察の追っ手を振り切った。カーラの話ですね、これ前回の。やっぱ話が繋がってる、これは。決定的な目撃情報はなく、公式発表のない現状、何が起こったかは不明のままで、今この瞬間も地元の新聞記者が事件を調査中だ。カーラーね。いやでも、あれもミスったら捕まる可能性あったよな。アンドロイドが惑星イオを探索。あ、いい使い方。これいい使い方やない？惑星とかは。木星の衛星の一つであるイオの探索に5体のアンドロイド宇宙飛行士を旅立たせると NASA が発表した。今回の探索は3年に及び、太陽系についてより多くの知識を得られると見込まれている。アンドロイドが宇宙に行くのは初めてではないが、アンドロイドのみでの探索は今回が初めて。いや、これはでもいいんじゃない？いい使い方と思うけどね。宇宙の放射線は人体の DNA を破壊しますと。とてもいいんじゃないですか。アンドロイドは惑星イオンの過酷な環境下で数ヶ月作業した後破壊される。おっと、それはまた話が変わってくるね。なるほどね。まあでも都合いいように使われてますね。まあ確かに、でも人類の進歩と考えれば確かにいい使い方ではあるんだろうけどね。じゃあ、すごい、誰も目を合わせてくれへん。そりゃそうよな。この CM よく流れるね。アンドロイドエリアとかもあるね、ちゃんと。これさ、エスカレーター登れる？これアンドロイドオンリーとかもさ、これ通れるんじゃない？一応通ればできんか。で、通って逆にバレるのかな。さあ、次のグラフィティがこのライオンちゃんのハッシュタグなんだけど、あった、あれか、あれか。だけどちょっと見れるとこがあるんじゃないかなと思って、いろいろというわけではないか。とりあえずもうこっちに従っていくか。はい、話す。ジェリコはどこにあるんだ？
虫はひどくない？もうちょっと仲良く話そうよ。さあ、これじゃない？このライオンちゃんのこれですね。はいはいはい。ん？まだなんかある？あ、あったあった、これね。このシンボルを読み取ったらなんかアンドロイドだけにわかるものが見れるっぽいな。なんこれ、なにこれ。全然わからん。カラフルな場所、こっちか。マンディ捨てちゃダメ。あら、この子。マンディがいるとおばあちゃんが暇になっちゃう。私マンディ好きなのに。マンディ好きよね。そうね。あれ、このほらカラフルな子さ、追ったよな最初に。もカーラの方じっと見よった子とかさ、マーカス最初登場した時に追ったよね。マンディってあの女性のアンドロイドのことなんかな、ぽいよな。とりあえずこっち行く、渡っていいんかな。失礼します。すいません、失礼しますね。こっち行って、あ、カラフルありましたがやな、ありましたがや。こいつらも話してくれるんかな。カール・マンフレッドのニュース聞いた？カール？無事ならいいんだけど。アンドロイドに襲われた。あ、それ俺じゃないけど。それ本当？なんかで読んだ。またガセなんじゃないの？カールおじさん生きてる？カールおじさん生きてるっぽくない今の発言。無事だといいんだけどって。生きてる？カールおじさんが生きてるの。でもレオは死んじゃった。これどこもできるんやろ。え、これこの先も行けると、めっちゃ、え、めっちゃ行けるやん自由に。え、あ、こっちか。すいません、すいません、すいません。はい、はい、戻ります。はい、ジョギングします。すいません、あ、すいません、ごめんなさいね。こっちも行ける？行ける。結構広いね探索の場所。こんなとこまで行けるには絶対違うけど、この先。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、危ない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 、ごめんなさい、ごめんなさい、危ないね。赤信号渡んな勝手に、危ないって。こっち側よね。アンドロイドが一人で歩くこともまああるか。お使い頼まれて。何？コーヒー？あー、ごめん、金ねえ。ごめんな、俺金ねえんだわ。金なくても生きていけるからさ、すまんな。あ、すいません、どいてね、どいてね、どいてくださいね、すいません。こっちか？ここあたりにカラフルな。あれか。これじゃない？これ読み取ります。で、もう一個ハッシュタグ、あったあったあった、これか。これをどんどん読み取ればいいってことですよね。次はフェンス越しのロボットちゃん、フェンス越しのロボットちゃん、フェンス越しのロボットちゃん。この先かな、この奥行ってみる。フェンス越しのロボットちゃんね。いや、そんなこと言われてもやん、ごめんて。フェンス越しのロボットちゃん、いたいたいた。フェンス越しのロボットちゃんがあります。これ全部読み取らんといけない。結構なかなか大変なんですよ。あ、だった。はい、ハッシュタグ読み取る。で、あと一個どこ？これ見づらい、見づらいことすんね。フェンス越しの、あ、あれか？これ？ん？ちょっと待って、ちょっと、これむずくないっけ、最後の一個。あれかな？あれ奥に見えるけど、ちょっと、あ、かがむ、見られてる。めっちゃ見られてるよ、めっちゃ見られてる。大丈夫か、大丈夫か、めっちゃ見られてるよ。なるほど、こっちに入ってこいってことね。で、フェンス越しのあれか、これをどけろと。なるほど、これを読み取れってことですね。はい、これを読み取れと。はい、手がかり更新。なんか分かりやすいやつ、こめかみね、こめかみハッシュマーク、ハッシュタグ。特にもうこの通りに、あーあった、こめかみハッシュタグあったよ。ここら辺もね、なんか見れるやつないんか。もう進むだけなんかな。どうやっていくあれ。とりあえずこめかみハッシュタグでよ。1個しか見当たらんけん、これは多分こっち側を登れってことやろ。上に登る方法を探す。
この車とか動かすそんな力でもないよね。あ、これいいんじゃない。あ、動かせるよ。これか。結局これないね。はい、引っ張りますわよと。よしよしよし、これでいける。いけるか、この高さ。おお、イケメンだわ。身体能力抜群じゃねえかよ。さあ、これが、あ、見えづらいけどあるね。はい、もうこんなとこまで人は来んわな、そりゃ。はい、もう多分進んだらあるやろね、この先に。これ危なくない？危ないと思う。俺はこれ危ないと思うな。あ、いかにも落ちるよ、あの、ね、落ちると思うんだ。なあ、マーカス、お前アンドロイドだろ、わかるだろ。そう。な？こっち、まずこっちね。不安定。そうだ、そりゃそうだ。戻ろう。壁を使う。こっち側ね。はい。で？はい。本当に？いや、俺、不安定の方が気になるけど。不安定の方が気になるけど。あ、すごい！優秀！優秀だわ。すごいね。落ちるで、ここ。あ、危ない、落ちるで、ここ。あ、落ちるで、あんた、ここ。落ちるで、あんた、そんなリスキーなことせんでいい。リスキーなことはせんでいいのよ。さあ、で、次、こっち行って、この先に降りる。はい、降りましたよと。よっこいしょと。あ、あるじゃないか。はい。シンボルを一つ。で、あ、だった。二つ目。もう一個はどこ？あって、見づらー！これは見づらい。なるほど。さあ次。どこ？どこじゃ？あの上登れってか。予測。はい。どう行くよ。まず、あっこやろ。こっちから登る。あ、こっちから登る作戦ね。はい。登る、そして、何してんねん。違うやろ。戻れ。そんなとこ行けるわけねえやろ。考えろ。戻って、左から、あ、こっちね。はい。そこ登って、登る。で、こっち行ける？そう、そして、はい。すごい腕力だ。本当に大丈夫です。いける？本当にいける？高すぎる。何してんねん。違うやん。となるという、高すぎるのであれば、こっち側どうでしょう。いや、本当にそっちの方が俺怖いよ。そこなんかさ、なんかちょっとネジ緩んどって落ちたらどうするねん。マジでいける？すごい。絶対的な自信。圧倒的な自信で突き進んでいく。マーカス。すごい。お、行くね。お、行くね。本当に。おお。おわ、すごい。サスケ出てほしいね。多分ここまでの考えもさ、およそもう 0.5 秒とかになるね。怖い。怖い。暗い。とても怖い。はい。あ、ここじゃない？ここだよな。ちょっと待って、怖っ。え、ここなんかわかる？あの子さ、みんなわかる？この、天気の子の最後ら辺でさ、ヒナに会うために、塔登るじゃん。で、警察に一回さ、捕まえられそうになるやん。あの場所、拳銃、ピストルが落ちとったあの場所にそっくりですね。あ、いる。どうした？あー、ジェリコまであとちょっとやったぞ、あんた。くそ、足りんか。ここで命尽きたんか。さあ、お前の意思も俺が引き継ぐ。あ、こういうことか。ハッシュタグを、ここにして、ってこと？むずいことすんねん、それ。こういうこと？はい。これなかなか難しい。で？
どこそれ、こっち、こっちっすかね。すいません、ちょっと失礼しますね。ジェリコまでの道、いやもうこれ人間には無理ですね、こんなところ。でもなんか悪ガキとか、悪ガキとかここら辺秘密基地にしそうですけどね。そこのところどうお考えで。はい、登っていく。すっげえ、うわすっごい綺麗、すっごい綺麗なとこ来た。今なジェリコって書いてなかった？船だったんだ、ジェリコって。船なのか。おそらくもうここが目的地ってことだろう。本当にここに人はいないの？全く。でも確かに寂れてんな。もう全く稼働してないんだろうな、ここも。え、行ける？え、こっからジェリコ。じゃあ、危ないよね。危ないと思います、とても。おい、マーカス、そこを予測せんのかい。危ねえぞ、あんた。死ぬで、この高さ。どうする？いや、一回降りた方がよくない？地面に。ねえ。マーカス、一回地面を落ちた方がいいと思うんだ。な。地面降りる方法を探さない？マーカス。マーカス？マーカス。マーカス、何をジャンプする？マーカス、そっちじゃないと思う。マーカス、すごい腕力、そっから上がるのはサスケだけよ。マーカス？え、マーカス？マーカス、俺は下に降りようって言ってるんだ。なんで階段を登る、マーカス？え、マーカス？うん、違うと思う、俺は。ね、俺は進めないよ、そのやり方。俺はそのやり方進めない。ね、俺も分かってる。なんとなく分かってきたけど、マーカス。なんで登る、マーカス。下から行けばいいんじゃないか。正々堂々入り口から入らないか、マーカス。俺は高所恐怖症だ、マーカス。マーカス、絶対違う。マーカス、ちょっと待ってくれ。紐なしバンジーは勇気ありすぎないか、マーカス。いくらなんでも。ちょっとマジで本当に言ってる？マーカス、マーカス、マーカス、すごい、もう止められない、誰にも止められない、このマーカスの探求心。もう行くと決めたら行くしかない、マーカスは。ちょっと待ってくれ、そんな軽いジョギングのつもりで行くな、マーカス。マーカス、やばい、マーカス、マーカス、やばい。本当に言ってる、マーカス。わかった、そこまで言うなら綺麗な飛び込みを、オリンピック選手もびっくりの水しぶきゼロでお願いします。水しぶきゼロ、おすごい、10点、完璧です、完璧すぎる。お、ジャケットどこ行ったね、重かった、さすがに。完璧な着地を決めました、マーカス選手。それ恐怖というものはないんですかね、やっぱ。これはアンドロイドだから、あんまり恐怖心ってないのかもしれんね。怖くら、え、くらくね、え、くらくね。調べる。はい。懐中電灯がありますね。ちょっとお借りしますわよ。ふら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 。あ、ついつい。よしよし。マーカス大丈夫、これもう、あっと、なんかホラーゲームになってない？ね、マーカス、これホラーゲームになってる。え、マーカス、俺ちょっと、俺ホラーゲームはちょっと俺あんまり得意ではなくてね。マーカス、俺ちょっとホラーゲームはあんまり得意ではなくて。ね。ここは何？ここを上に上がれるわけではなくて、下から行けと。マーカス、俺はちょっとあんまりホラーをおすすめしないかな。ちょっとあんまりおすすめ、俺はしたくないな。な、俺はしたくないんだ、マーカス。怖いよ、絶対来るって、バーンって。俺分かったよ、前回のこのゲームのビヨンド・トゥ・ソウルズの時もあった。これ急にバーンって脅かしてくるからね、気をつけろよ。来い、来るなら来い。開かない。あ、なんか見える、あれ何、赤いのなんか見えない、気のせい。こっちには何もないね、ちゃんと。絶対来るよ、絶対バン来るよ、バン来るよ、気をつけて。開かない、こっちもじゃあ開かないのね。見る、見る？大丈夫？それ。押す。うんかい。大丈夫？それ。え？もうやん、ちょ、やん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 。何があるの？
開けれるからって言って何も別にあるわけじゃないの。 RA9 だ、めっちゃ RA9 言うてる。何血はぁ、あ、怖いて。結局 RA9 って何なの。 RA9 って何って言われて、おい、これ絶対来るよ。来ない、来ないんかい。こっちは行き止まりと。はい、じゃあこっちを見ると行き止まりじゃないか。おい、この一本道怖い、絶対来るよ。ほら来た。もうやだ、ホラーも始まった、ホラーも始まった。なんで俺はホラーゲームするつもりじゃないのね、わかる。なんでそっから出てくるんだ、誰もおらんやないか、おかしいやろかて。ねえ、もう行き止まりやないか、ここも。お前どうやって行った、お前どうやって行った、お前その距離。え、ほらマーカスでもうこうやって、危ないわね本当に。ちょっと待って、怖いって。ほらマーカスも冷や汗ダラダラ、マーカスが汗ダラダラやって、アンドロイドもびっくりの汗ダラダラやって。違うんやろうけど、 BGM が怖い。後ろ向くの怖っ、怖っ。絶対ここやん。はい、失礼します。元気な声でいきましょう。え、マジでマジでこんな暗いとこ行くね。マーカス、あんた勇気あるって。おい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 、ホラーゲームやないか。誰やここにレオを呼んだやつは。バイオハザードやないか、ここは。探索何もできないから、もうこの画角バイオハザード2やないか、これもうバイオハザード2の画質と画角やこれ。怖いて、探索も何も進むしか。危ないて、走れマーカス、お前ならいける。マーカス何をしてんねん、マーカス。あ、え、あ、マーカス、ゆっくりでいい、マーカス、もうちょっと落ち着け、もうちょっとゆっくりでいい。一体今ジーンと来とうも、今脊椎損傷ジーンと来とうけ。ゆっくりね、深呼吸して、オッケー。痛いね今のは痛い。なんでマーカスそれを予測できんねん、あんま便利な能力でもないんやな。鼻血出た、大丈夫か。よし大丈夫だ、マーカス。ゆっくり立ち上がって、もう痛さはないね。さあ、おっ、ゲームオーバーじゃん。あ、ゲームオーバー。ジェリコへようこそ。あら、あら、何今のハンサムボーイ、ジェリコへようこそみたいな感じで言うけどさ、あれパート1でできたあの犯人っぽくない、違う。やっぱまあそりゃそうよね、アンドロイドだけ似たやつはいっぱいおるか。まあここは結構やっぱワンパターンな感じなんやろうね。はあ、ははあ、で、まあここら辺で、あ、隙間を飛び越えるか飛び越えんかみたいなのもあるけど、でも大体ここは一本道って感じか。あー、なるほどね。ここはジェリコとアンドロイド暗殺の地みたいな感じなんでしょうね。ちょっとこのまま続きやってみましょうか。2038年11月6日。あら、ハンクとコナーのペアですね。ハンクのおっちゃんもね、なんかツンデレなんですよね。あぶら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 、ハンク友情が芽生えてます。警部補と若い、なかなか出らん、コナーがなかなか出ません。え、これ出らんっていうのも選択肢あるんかな。いつ出るんだ。え、なんかこれ出らんかったらこのままほんと話進みそうやな。ちょっと出てやるか、しょうがねえな。そう、他のゲームやったらさ、別にそのままなんかどうせやらんといけんのやろうけど、これほんとに進むけさ、このゲーム怖いよね。いい情報つかんだ、競馬、競馬しとる。かけるか、それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって、俺が100%保証してやるよ。競馬してんな、競馬の話やな、ね、でもハンクのおっちゃんもね、俺が普通やったらさ、高速道路とかさ、アンドロイドが逃げたらお前も行けみたいな感じで、どうせアンドロイドやろがって思うけど、なんかね、やめろ死んじまうぞって言って、なんかちゃんと一人の人間として扱ってくれてる。わかった、乗るよ。よし来た、ふん、なあ
後悔させねえって。たく何なんだ、人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに俺についてくんな。すいません、住んでるハンクだね。昨日の謝罪パートナー和解、昨日の謝罪から行こう。まずはね、できる大人。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ゴマすり謝罪プログラムまでついてんのかよ。違うんです違うんですよ。最近のサイバーライフってのは気が利くね。どうも。いや、まずできる大人はね、まあ、そっから行ってね。あ、もう出来上がっちゃった。お待ちど。いいえ。何これ、スキャン。はい、ゲイリーケース、犯罪歴、逮捕抵抗、衛生規定の違反。なるほどね、面白い。ハンバーガー、うわ、そんなんもわかんの、箱越しに。ちょっと怖いってそれは。Xサイズのソーダ、え、これソーダだけで710キロカロリー、ソーダだけで710キロカロリー、砂糖184グラム。ハンク死んじゃう、お前それ死んじゃうって。ハンク、まあありがとうよ、腹ペコな。ちょっと待って、腹ペコだじゃないよ。なんこれ、あ、こっちも見れる。ハンク・アンダーソン警部補。あ、これね、これはこれ知ってますよ。それまで見れるんだ。え、ちょ、これいろいろもしかして見れる、他はもう見れんのかな。なるほど。ハンクのおちゃん、あんた死ぬで。特には見れんかも。なるほどね。そいつ置いてくなよ。あ、すいません。心配すんな、俺にべったりなんだ。分かってんじゃん、おっちゃん。なるほど、逮捕歴があると。まあでもなんかハンクのおっちゃんが捕まえたかもね、実はこれで。な、でもなんかやっぱ気に入られてんだろうな、犯罪者の方からも。いろいろと。はい、ギャンブル、コレステロール。コレステロールちょっとやばいと思う。その食事のカロリーは1日の推奨摂取量の 1.4 倍ですよ。それにコレステロールも2倍です。おすすめできません。とても思います。どうせいつかは死ぬんだ。その通りです。確かにそうだな、うん、ギャンブルも言う。ギャンブルもよっか。ペドロって男はあなたを違法賭博に誘っていた、そうですか。ああ、かけたんですか。ああ。いいね、高速道路。ああ、聞きたいね。今朝変異体を追っていた時、なぜ渡るなと言ったんですか。そりゃ死んじまうからだろ。おい、備品破損の報告書を書くのはごめんだからな。ツンデレだね。ハンクとアンドロイド。いや、ちょっと他なんか地雷な感じするけど、俺について聞こう。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。お、なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。失礼やな。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。いや、失敗だな。え、変異体聞こっか。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。ほぼ感情やけどな、それも。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。ねえ、聞く？これ。もう一応聞いとこうか。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんです。いろいろ訳ありでね。前も変異体の操作を。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。あ、そういえばそうでしたね。もう懐かしいですね。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろ。
まあ、はい、はい。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げ、デトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。だから何だってんだ。先日に行きましょうか。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかないでしょう。ですが私は人間のランダムな行動にも対処できます。ウインクした。どうした。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。ハンクのおっちゃんもいろいろ訳ありなんだろうけど、なんか仲良くなってる感はあるね。ツンデレおっちゃん。こら、バッテリーでも切れたか。あ、すいません。すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。あ、行きます。いえ、すいません。行きます。行きます。あ、今日も行きます。容疑者を尋問する。あ、で、男の情報は。あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。なるほど。あ、もう容疑者ってのは、容疑者はもう見つかって捕まってんのか。まったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで捜査してられるか。確かに、それはすいません。お前本当にエレベーター、ごめんなさい、ちょっと話してる、すいません。羽根、河原場とで報告を送ってたのか。目を閉じるだけで。送ってましたよ。そうです、送ってましたよ。便利なもんだな。便利なもんすね。え、これ午前中はもうカーラをあれさ追ったことをして、昼ご飯食って今この調査な。忙しいね、ハンクのおっちゃんも、コナーも。で、ここにいると、ここに変異体がおる可能性があると。失礼します、優しくね、優しくね、刺激せんように。優しく刺激せんようにね。あ、強い。あ、すみません、開けろ、デトロイト死刑だ。え、すごい、感情がすごい。おっとおっとおっと、なんか様子が違う、様子が違うね。おっと、様子がかなり違うね。一気に変わったね、様子が。ハンクのおっちゃん、ハンクのおっちゃん、ちょ、ハンクのおっちゃん、待て待て待て、ハンクのおっちゃん、待て待て、ハンクのおっちゃん、待て待て、待てない。ハンクのおっちゃん、もうちょっと待とうや。俺もちょっと捜索したよ、ここ。待って、ハンクのおっちゃん一人で行かれるとちょっと怖いから、ここは俺がまだ、俺はアンドルだから、俺が先にね、先陣切っていくよ。いるか。くそ、なんなんだこりゃ。鳩がいっぱいおる。鳩、鳩、何？急に事件に、うわ、鳩！鳩！なんかひでえ匂いだ、畜生。鳩がすごい。すごい鳩の量だ、これは。調べるとこが多いね。見る。とんだ無駄足みたいだな。そうか、もぬけの殻だ。容疑者は野生の動物に興味を持っていた、うん、は？なんか急に急に話が変わるね、これは。鳩がすごいわ。開けよう。うん？容疑者は食事をとっていない。アンドロイドですね。見るとこが多いね。こっちも見ていこう。見る。チェック。ミリタリージャケット。なんでミリタリージャケットが？ RT。イニシャルでしょ。お？ジャケットに自分のイニシャル？どういうこと？幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。確かにね。なんこれ。運転免許証。偽造。偽造の運転免許ですね。はあ、そうか。収穫はあったな。あったよ。やっ、アンドロイドが人間に紛れて生活をしていたということかな。 RA9。 なるほど、怪しさプンプン丸でございます。あ、なんこれ、なんこれ、あ、外してるね。
LED 外してます。シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろう。舐めるな、舐めるな、そんな。ブルーブラッド、なるほど。失踪届も出てる、はい、なるほど、怪しいね。おるね、これどっかに。 RA9、 なんでみんな RA9 を共通して出すんやろ。アンドロイドにとっての何か救世主的存在なんだろうけど。これはどういう意味だ。 RA9、 2471箇所も壁に書かれています。すごいね、一瞬で。オーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。アンドロイド、なんだ、椅子、椅子、何の椅子だこれは。最近倒された。これを使ったのか。いや、さっきのガタンっていう物音はこの椅子か、もしかして。そうだとすると容疑者はまだ隠れてる可能性がある。まだ湿っている。 RA9 をずっと書いてて、俺らが来たから慌てて隠れたんだ。そうだとするとリビングに逃げてった。やつはここにいるね。なあ、もうハトは勘弁して。あ、ハンク、お茶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 、大丈夫、お茶、大丈夫、お茶、大丈夫。ごめんね、お茶。お茶、お茶、大丈夫、お茶、大丈夫。おるんちゃう。お、これも。はい。引っかき傷、最近のもの。なんだ、あ、え、指紋？指紋がある？じゃあ、ほな、アンドロイドちゃうか。鉄のフック。はどういうこと、どういうこと、どういうことね。容疑者は玄関の方に逃げようとしたが、どうしたの。お、我々の侵入に気づいた。よってよって？いる。やつはいる。一気に話が変わってきたね。いるぞ。紙の本で。いるぞ。都市農園のポスター。このアンドロイドもともと農園の業者やった、農園担当やったんかな。何やろ。あとは不自然に貼られた感じがするね、これ。ねえ、俺以外にもこんなの持ってるやつがいたとはな。紙の本最近ないもんな。ああ、電子書籍ってやつは紙の匂いも嗅げねえ。なんだそれに、ページも色褪せないだろ。確かに。には理解できないんだろうな。紙の本だ。何が書かれてんのこれ。番号みたいな。なんかあったか。ええ、多分。何の本。ノートのようですが、ただ判読できない。ハンクのおっちゃんいるぞ、ここに、近くに。ここだろう。怖いな。なんか怖いな、チェイス始まりそうで。行くぞ、ハンクのおっちゃん、準備できてるか。いたー、ハンクも。いけいけ、ゴー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 。何ボケっとしてるやつ。さあ、行きます。待って、おーどう。オッケー。はっ、ちょっと、すごい、急にチェイス始まった。待って、これ怖いな、怖い。さあ、どっち行く。待てい！くそ、スキャン！何？早いがリスク高い。いや、時間かかる方行こう。こっち行こう。ちょっとリスクは追いたくない。あんまり、いや、
捕まえていけるの分かったんやけど、いやーこれどうするんですよ。バランスを取る、安全な迂回路、速いよリスが高い、バランス取れた、よしジャンプして、どこ行った、どこ行った、あいつダイレクトが混み合ってる、安全の回路ダイレクト行こう、失礼します、はい左行って、はいジャンプ、あっちね、オッケーオッケー、すげえすげえすげえ、捕まえるぞ、捕まえろ、危ない、うおー、これミスったら落ちるで、いやー滑り込めるんだ、どうすりゃいいんだこれ、あ、待って待って待って、これどうすりゃいいんだ、スキャンして、ダイレクトは時間かかる、早いがリスクが高い、あー安全な迂回路行こう、安全に行くか、ここはちょっとリスク怖い、リスクはね、俺ミスったらやばい、俺誰も死なしたくない、誰も死なしたくはないの、くそ時間かかってしまった、何しお前、おお、びっくりした、お前今のロス、お前いるか、お前やつはどこ行った、逃がしたやんけ、逃げられました、はぁ、くそ、畜生、捕まえられたのに、逃げられてんじゃん、まあ、いいさ、気にすんな、面は割れてんだ、捕まるだろう、さあ、ほら行くぞ、もう野菜は見飽きたからな、ありえないことです、失敗はプログラムにありません、なあ、お前はミスしたんだよ、人間みたいにな、いやミスしたの、え、こんなこともあるんだ、いや時間全然間に合わんかったんか、マジか、うわなんか普通にショックやな、ルパートに逃げられた、うえー、普通にショック、ルパートを見失う、ちょっと待って、マジか、え、普通にショックすぎるんだが。マジか。え、ま、え、ま、え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 、何しとんこな。